ポイズンローズは2019年のアメリカ合衆国のスリラー映画。監督はジョージ・ギャロとフランチェスコ・チンクエマーに、出演はジョン・トラボルタ、モーガン・フリーマンなど、リチャード・サルバトーレの小説、ザ・ポイズン・ローズを原作にしている。アメリカ合衆国では2019年5月24日にライオンズ・ゲート・配給で劇場公開された。日本では、ノム。 これさんの上映作品の一つとして2019年11月23日に劇場公開された。2019年12月に DVD が発売。収録された吹き替え版は長年モーガンの声を担当してきた坂口香オルの遺作となった。1978年、アメフトのスター選手だった過去を持つ。 私立探偵カーソンは、とある依頼を受けて故郷であるガルベストンへ戻ってきた。依頼された調査を進める中、久しぶりに旧友との再会を果たすカーソン。旧友の中には、大物ブローカーとなり裏で町を牛耳っている毒の姿もあった。カーソンがガルベストンに戻ってから数日後、地元のアメフトのスター選手が試合中に不審な死を遂げる。その選手の妻ベッキーに、 疑いの目が向けられる中、ベッキーの母でありカーソンの元恋人でもあるジェインは、カーソンに娘の疑いを晴らしてほしいと依頼する。こうして事件の真相を探ることになったカーソンは、裏で毒が糸を引いていることを知り、ベッキーを守るため毒率いる犯罪組織との戦いに挑む。カッコ内は日本語、吹き替えろってんトマトズによれば、 6件の評論のうち、高く評価しているものはなく、平均して10点満点中3、35点を得ている。メトクリティックによれば、4件の評論のうち、高評価はなく、賛否混在は1件、低評価は3件で、平均して100点満点中30点を得ている。ありがとうございます。